はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4をやっていきましょう。ちょっと前回あれにやれちゃいましたね。とかまさかの落ちるって落ち、あの連打系で落ちるとかって初めての経験だったからマジでびっくりした。なるほどな、だから左手で、あの左の指で連打ババ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 してたんですけど、あのなんだっけだっけ、エルヒガンテとかのさ、ナイフで切りつけるときになかなかうまくいってなかったのは多分連打数が足りなかったんだろうね。ということで今回から右手で本気出します。一応右利きなんで、はい。ということでね、ちょっと今回もそのトークテーマみたいなのいただいてるんで、あの早速ね読んでいきたいと思うんですけど、前回その JR に勤めてる友達があまりにも不遇すぎるっていう話をしたんですよ。だからあので電車の運転手になるための試験を2年も先延ばしにされたせいで年収が最大で300万円も失ってるっていう話をしたんですよね。あまりにもかわいそうだなっていう話をねさせてもらったんですけど、だから飲食店ばっかり優遇してないで、裏に実はそういうね、あのインフラに関わっているその飲食店って、あのまあこれちょっと言うとあれだからやれないです、あのちょっとやめとくわ、言うのやめとくわ、飲食店ってって言いかけたけど、 JR ってその絶対いるんすよ、うん、それを使ってマストで何万人とかっていう人を毎日行き来してるわけですよね。移動手段で JR がなくなったらどうするかってなったら、じゃあ今ね、別の鉄道私鉄とかね、あの引いたらいいじゃんとか、例えば阪急とか京阪とか、あの近鉄とか引いたらいいじゃんとかって言うけど、そんな単純な話じゃないよ。今から引くんじゃそのなくなった瞬間のそれ間に合わないからね、すぐにはっていう話なんで、そういうことじゃないと、うん、で JR があの国鉄なんで、その国の指示に従って運転手の数を毎年輩出してるけど、まあそのコロナになった影響で電車の本数少なくなるとか、その人の流れとかも少なくなるっていう背景から、もうちょっとしばらくはあの人数を抑えて、毎年のさ、あの育成する人数を抑えてやってくれという、まあそういうね、あの話になっちゃったというところなんですよね。でね、まあそれは今回ちょっと置いといて、もうあの電車に関して僕ちょっと不満が1個あって、何かっていうと、アナウンス長くない、日本の電車って。あれなんであんな長いのって思うんですよ。ずっと僕その御堂筋線を使ってあの生活してたあのこともあったんですけど、なんかその桃山台に当時住んでてね、今はもう全然違うところに住んでるけど、御堂筋線乗ると、あの次は緑地公園で、なんかあの寸大予備校なんとかとかさ、その江坂行く江坂なんとかって、ね、いろいろその毎回駅のその周辺のなんか説とかをの紹介のアナウンスとかが流れるんですよ。でそのアナウンスが流れてる間に、駅間が狭いところ、特に東三国、新大阪、西中島、南方あたりとかって一瞬でそのたどり着いちゃうんですよ、終わっちゃうんですよ、うん。だからなんて言ったらいいだろうな、うざい、シンプルにうざいっていうのが個人的な感想。 JR もくっそ長いよね。ああ、しかも毎回さ、なんだ今回セーフ、毎回さ、そのコロナのあれがあるので、その会話は控えてくださいとか、窓はまあ、なんか赤い印がついている窓は開けることができますだとかって、そういうアナウンスとかがあるんですけど、どうでもいいわって思って、みんなそんな分かってるし、そんなことよりも朝のラッシュの時間帯で寝たい人間とかもいるんですよ。でそんな毎回その行きと行き一駅ごとにその乗ってくるお客さんがいるからかもしんないけど、毎回アナウンスされてたわら、もうなんか気狂ってくるわって思うんですよ。前回はその電車のことで友達が不遇な扱いを受けてるからどうにかしてよっていう話をして擁護したけど、今回はちょっと逆、あのちょっとアナウンス長すぎる、海外の電車とか乗って分かった、日本のアナウンス長すぎる、うん。ここでチャプター終わるけど、このまま続けます。さすがに5分もない動画1本上げるは寂しすぎるからね、はい、じゃあこのまま続けます。うん、いいよ。海外の電車、スペインとか、ロサンゼルスの地下鉄とか乗った時なんかは、ネクストどこどこで終わりなんですよ。うん。ネクスト、ユニバーサルスタジオハリウッド以上なんですよね。だから、右のドアが開くのか、左のドアが開くのかとかってアナウンスもないし、
じゃあユニバーサルスタジオハリウッドに着きますみたいになった時に、ユニバーサルスタジオハリウッドでは今なんちゃらかんちゃらとかってアナウンスとか一切ないんですよ。もうあの車掌が乗ってるのかどうかも知らないけど、もう機械的に NEXT Universal Studios Hollywood 終わりなんですよね。うん、そんなもんなんですよ。いいじゃんそれで、次どこかってわかるし、右か左かなんかあの止まる瞬間にわかる、止まるまでに右にホームがあるのか左にホームなんか誰が見てもどう考えてもわかるんですよ。うん、まあ、もしかしたらねえ、その目が不自由な方のためにわざわざアナウンスしてるのかもしれないですけど、まあ、そう考えたらそっか、まああった方がいいのかもしれないですけどね。でもその盲目の人の話も聞いたけど、小学生の時に聞いたことがあるんですけど、あれ音でどっちかとかってなんかすぐ分かるらしいですね。ピュッとか痛い、やばい、この状況はまずい、この状況はまずい、外して外して、痛い、チュ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 、こんなとこで違います。音で分かるって言ってる状態で、そのなんかなんだろうな、変に右です左ですとか言わない方がいいんですよね。逆もし万が一、なんか2回くらいここ最近経験したんですけど、あの開く扉は右側でございますっていう、あって言った後に失礼、左側でございますとかっていう車掌がいるんですよ。そういうことが起こるんで、もしその右ですって言った後に失礼しました左ですを聞き逃してしまっとったら、あの左に出ないといけないところを右にずっとぐん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 進んどって、あれ出れねえってなっちゃうじゃないですか。そういう危険性もあるんですよね。うん、だから余計なアナウンスしちゃダメよ、ほんと。もう新大阪、新神戸間とか新幹線、その、もうかれこれ4、5年前くらいになるけど、毎週のようにその新大阪からと広島を行き来してた時期があったんですよね。うん、そんな時なんかはもう新大阪と新神戸の間って12分だったか14分だったかしかないんですよ。でスタートした時のアナウンスがまず3分から4分くらい流れるでしょ。で今度止まる時に5分くらいのアナウンスが流れるでしょって、黙ってる時間が3、4分になるんよ。そうなると今度うるせえってなるね。でしかも僕その早朝の新幹線とかで移動するケースとかっていうのもあったんで、その6時台の電車新幹線よ、で1時間20分くらいなんよね、80分くらいなんですよその新幹線が。ってなったらさすがに寝させてって思うもん。80分あって6時台の電車だったとしたら、貴重な睡眠時間なんよね。あんまり寝心地は良くないけど座っているまんまだから。だけど寝たいっていう気持ちがやっぱり強いから、そこでアナウンスされるとマジで勘弁してくれってなるんですよ。その貴重な14分も大事なわけだから、あれはほんと長ったらしいよね。何の親切心なんだろう。だから過剰サービスと言うべきだと思う。過剰ってなった時点でもうダメだから、ダメダメ。サービスは適度でないといけないから。だからそのね、コーヒーを頼んだ時にお砂糖ミルクつけていきます。で本来はそのお砂糖ミルクがまあ1杯分のなんか小さいカップっちゅうかなんか入れ物に乗ってきましたってなったとしたら、なんか4杯も5杯も入れてるみたいな、そんな感じなんよ。そんなするわけないやん、そんな入れるわけないやん。もう1対、コーヒー1杯に対して1対1だからこその適度のいい量ってなるのに、4杯も5杯もやられたら脂質も糖質もバカバカし、もうバカバカ、ほんとバカバカみたいになるからね。感じよ、過剰サービスダメですよ。だからアナウンスはやりすぎです。あれアナウンスが好きなのかもしれない。毎駅やる必要あるわけないじゃんと思うから、そこはちょっとなんとかしてほしいなと思いますね。はい。ということで、次がね、来てるのはね、今の時代がもう10年早く来てたらっていう話なんですけど、もう10年早く来てたとしたら、僕は間違いなく、その、まあ、プロになるかどうかは別として、まあ、プロは多分目指してなかったと思うけど、多分バスケをもっとね、頑張ってたと思う。なぜかというと、スティフィン・カリーっていうね、究極の存在がいるから、その、なんだろうな、スティフィン・カリーという存在が、ちょっと多分僕の当時のその、シューターというスタイルをまた別の方向で駆り立ててくれてたんじゃないかなと思いましたね。
まあでも僕その狩りに似たようなやり方をなんかガンガンしてくるやつを他にもおったかもしれんけど、僕は僕でね、そのスリーポイントシューターで、まあ、あの平均4本とか5本とかのシュートを決める選手でいたんで、うん、あれなんですけどね、シュート数もっと増やしてもっとシュート決めれるような存在になってたかもしれないよね。だからそれはなんかやっぱ高校生くらいの時に確立はしておきたかったかなって思います。まあ残念ながらね、そうはならないあれですけどね。あとはあれだね、その iPhone の技術がすごい発達してるんで、もっといろんなね、その動画とかを撮りまくって、でまあその YouTube に上げるのかどうかは別にして、まあちょっともっといろんな人にね、まあでも YouTube 使ってただろうな、いろんな人にね見てもらってね、だって楽しんでる。だからユニバにもう恐ろしい数行ってたんで、そのユニバのダイジェストムービーみたいなものを撮って、でまあ皆さんに発信していくっていうことをね、もしかしたらやったかもしれないかなと思いますね。もう今はもう通うだけのちょっとバイタリティがさすがにないんでできないけど、うん、10年早かったそのところじゃないですかね。まあ実際10年先の時代に行こうと思ったら、なんか何だっけ、高速のスピードで1年くらいさばいてたら、なんか300年くらい時代が先に進んでるみたいな話らしいですけどね。前も話したかな、その人だから永遠の命を手に入れたら、最終的には生きることに絶望を覚えてしまって自ら死を選ぶようになるっていうのがなんか人間だみたいなね、なんかそういう発表とかもありましたけど、うん、そりゃそうだよね。だって自分だけがさ、生き続けてさ、周りはどんどんバタバタ死んでてさ、自分の知ってる人がどんどんいなくなって、一から築き上げていけなきゃいかなきゃいけませんとか、そりゃもうだってね、前か前の前のパートくらいで、その人はがそのモチベーション上げていくためには、人に喜んでもらうことをしなきゃした方がいいですよって話したと思うんですけど、まさにそこなんで、自分が一緒にね行って楽しいとか喜べるっていう人がいう存在がいなかったら、それは人間も生きてても辛いってなっちゃうんで、もうね無理かなと思いますけどね。まあそういうところだよね。ほどほどにがいいかな。まあ、歯食いしばっていって、いるのかつらいからね。だからこの間その経営者ともお会いしたときに、その人が喋ってはったのが、目標を持ったら、じゃあ目標を持って人生は生きるべきなんだけど、目標を持ったら持ったで、それに縛られるようになっちゃうからしんどいよねっていう話をされてて、まさにその通りだなとは思った。目標を持ったら、その達成ができたかできなかったかとかっていうのがやっぱ一つのその指標になってくるし、達成できたらそれは当然ね、持っててよかったし、その達成できてよかったって気持ちになれるんですけど、やっぱ達成できなかったら、達成できなかったことに対するその罪悪感だったりとか、虚無感だったりとか、なんかそういうのがやっぱいろいろとね、こう目覚めてきてしまうものになるから、なんでこんな目標を持っちゃったんだろうって思う瞬間は少なからず、いろんな人に出てくると思うんですね。で考えると、目標はを持つのはやっぱ人それぞれによって良し悪しっていうのは正直あるかなと。だからみんな目標を持ちましょうとかって言ってるのは、それはもう心理学も何も知らない、勉強もしたこともない、モチベーションに関する能力も、モチベーションに関する知識も経験も何もない、まあ、ただの自己啓発状態っていうことっていうことなんで、それはね、皆さん鵜呑みにしない方がいいと思うんですよ。実際やっぱり。モチベーションっていうか、その目標を持った方が、ちゃんと動ける人もいれば、逆に動けなくなった人、それぞれいるんで、その自分のその性質がどっちなのかっていうのをきちんと見極めることができた上で、やらないと、まあ、なかなかきついと思うんですよ。そういうところがやっぱ大事なんです。そうだよね、本当に。なんかゲームやりながらめっちゃ喋りすぎてちょっと疲れちゃった。さすがに疲れたよ。頑張ったね。まあ毎日頑張ってる。生きてる。
行ってるんでね。いいですね、毎日頑張って生きてるんで。ねえ。まあでも頑張って生きてるからこそのいろいろあるんだろうね。うん、なんかな、その、まあ、文句があるわけとかじゃないですし、その、人生生きててなんか辛いとか、まあ辛いこともあるけど、その、なんかそれでなんかもうこれ以上人生ないわとか、そういうのは全然ないからね。まあ一生懸命生きれば生きるほどね、大変ですよ。大変な思いに遭うことは多いと思う。ただ一方でやっぱり人生適当に生きてると、まあそれなりの人生になっちゃうから、まあ不満もないけど、まあ張り合いも生きがいも感じられないというところだと思う。だからまあ、いろいろ一生懸命頑張るってすごい大事なことですね。一応もう、古城の最後に戦うやつの手前で終わろうと思ってます。ラスボスね、サラザール。ラスボスじゃないか。うん、古城のボスのサラザールと戦う手前のところで終わろうかなと思ってます。サラザール戦がどうなるかわからないけど、まあなんとなく、成功法で行こうと思ったら、一回死んじゃう気がするんだよね。多分、うまく操作がいかなくて、で、多分バクッといかれてお亡くなりになる予感がするので、まあそこは、もしそうなったとしたらご愛嬌ということで許していただけると嬉しいかなと思います。じゃ、到着して、でもここら辺で終わりでいいかな。なんか、こっから先に行くのをちょっと あえてもったいぶってみようかなと思う。もうこれ敵来ないかな。うん。じゃあ、こっから先に進むっていうところから次回パートね、進めていこうというふうに思いますんで、まあ、最後までね、ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ということで、また次回パートでお会いできたら嬉しいです。では、さよなら。バイバイ。